犬飼い七夕。昔々あるところに一人の犬飼いがいました。犬飼いとは狩りで使う猟犬を育てる仕事です。ある日のこと、犬飼いがお気に入りの犬を連れて池のそばを通ると犬が急に吠え出したのです。こら一体どうしたあっ 見ると、美しい娘が池で水浴びをしているではありませんか。こんな美しい娘、今まで見たことがない。あれはきっと、噂に聞いた天女だな。天女なら、きっとどこかに羽衣を脱いでいるはず。犬飼いは犬に命じました。早く、あの天女の羽衣を探し出せ。さて。 しばらくして天女が池から上がってきましたが、どうしたことか大切な羽衣がどこにも見当たりません。犬飼いが羽衣を隠してしまったからです。羽衣がなければ天女は天へ戻れません。どうしよう。天女が困っていると犬飼いが現れていました。お困りのようだが、どうしましたはい、実は、 天女が事情を話すと犬飼いが言いました。それなら、はごろむが見つかるまで、わしの家にいればいい。こうなれば仕方ありません。行くところのない天女は犬飼いの家に行きました。そして犬飼いのお嫁さんになったのです。二人が仲良く暮らして数年が経ちました。ところがある日、嫁になった天女が、 隠してあった羽衣を見つけてしまったのです。ひどいあんまりだわ天女はすぐに羽衣を身につけると空高く舞い上がっていきました。それに気づいた犬飼いは、待っておくれ行かないでおくれと声を張り上げましたが、天女はそのまま空の向こうへ消えてしまいました。 お嫁さんの天女がいなくなってから、犬飼は毎日毎日、天女のことを考えていました。どうすれば妻を連れ戻せるだろうか。どうすれば。そこで犬飼は、占い師のおばあさんのところへ相談に行きました。すると、占い師はこう言いました。連れ戻すことはできないよ。だが、 お前の方から尋ねていけばいい。尋ねていけといっても、どうやって天に行けばよいのだそれは簡単さ。天女のところへ行くには、一晩で百足のわらじを作ればよい。その百足のわらじを土に埋めて、その上にヘチマの種をまいてごらん。 それを聞いた犬飼いは、早速家に帰ると、わらじを作り始めました。妻よ、待っていろよ。必ず、迎えに行くからな。百足のわらじを作ることは、とても大変なことです。犬飼いは、休むことなく、わらじを作り続けました。でも、夜が明けた時には、99足しか出来上がっていませんでした。 九十九足しかないが、百足とはあまり変わるまい。そして、占い師の言葉通りに、わらじを土に埋めて、ヘチマの種をまくと、どうでしょう。ヘチマの鶴が、どん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 伸びて、今にも天に届きそうになりました。よしお前もついてこい犬飼は、犬と一緒に、ヘチマの鶴を登っていきました。 もう少しだ。もう少しで妻に会えるぞ。けれど、もう少しで天に届くところで、ヘチマの鶴は伸びるのを止めてしまったのです。なんということだ。わらじが一足足りないばかりに。犬飼いが悔しがっていると、後からついてきた犬が、犬飼いの頭をぴょんと飛び越えて、天へ飛び上がったのです。そして犬は、 犬飼いにお尻を向けると、それ旦那様と、長い尻尾を垂らしてくれました。ありがたい犬飼いは犬の尻尾をつかむと、なんとか天にたどり着きました。その後、犬飼いは彦星に、お嫁さんの天女は織姫になったということです。おしまい。